はい、こんにちは。では一つ橋大学の問題を紹介するんですけども、問題は、M が自然数で、まあ、こんな式がある、三次式があると。が、この式が、ある自然数の三乗となるような M を求めなさいと。いうんで、まあ、これはまあ、何かの三乗になってるんですけども、まあ、この式見て、まあ、なんか、M 三乗たす 3M 二乗があるから、M たす1の三乗ってなんかこう、ついしたくなりますね。でもちろんこれはイコールじゃなくて、これは M3 乗プラス 3M 次乗プラス 3M 足す1なんで、これと比べると、これにするためには、マイナス M が1個多い。で、あと5足んないと。で、まあこれが、まあなんかの3乗になってればいいという話なんですけども、答えだけだったらとりあえず M1 個すぐ見つかっちゃいますよね。これ 5だったら、3乗イコール3乗なんで、ちゃんとすぐ見つかると、M イコール 5OK だと。でじゃあまあ多分5しかないんでしょうけど、じゃあ5しかないことを示せとなると、ちょっとこれ等式の変形で、これが立方数でないとか、そういう話をするのはちょっと難しそうで、今ここでは M は自然数で、しかも優しいのはこれ全部プラスです、全部足し算ってことは、これって、まあ不等式で上下から挟んであげようっていう、まあ、発想がまあ必要になってくるんですけども、匠さんがここで確か言ってたんですけど、不等式はまあセンスが必要だと。まあ確かにセンスがないとできないのかなって気がしますが、まあ不等式っていうのはまあ、これ分からないもんですね。不等式分からない。これが何の三乗かは分からない。何の三乗かは分からないものを分かる三乗同士で挟んであげればいいっていう。で、ここでは言うとこれ全部プラスだから、これ明らかに M の三乗よりはでかいと。この分。これ全部プラスだから。で、今、M たす1の三乗は、これよりも、でかいかちっちゃいかは M 次第。M が2とかだったらこっちの方がいいし、M がでかくなったら、こっちの方が、あれだとちょっとわかんないですけど、まあ、とにかくここにマイナス M があるんで、これイコールこれなんで、M たす1の3乗は、これよりもでかいかちっちゃいかわかんない。でも、M たす2の3乗だと、これ、M3 乗プラス、3には 6M2 乗プラス 12M プラス8で、これ全部これよりもでかいんで、こっちの方が明らかにでかい。M 自然数。ってことは、これ何の3乗になってるかって言ったら、M よりはでかくて、M たす2よりはちっちゃいんだから、これは M たす1の3乗しかありえませんね。とで、そんな決まったらもう、あとは、これ、M たす1の3乗が、これだと。M3 乗プラス 3M2 乗プラス 2M プラス6で、まあ、さっき展開した通り、これとこれが同じで消えて、こっちに残るのが M、3M たす1イコール 2M たす6なんで、M は5しかないですねっていう。で、まあ5だけが答えということになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。